第六章、安土。天正十年、かつて戦国の名門と称えられた武田家はとうとう滅亡の時を迎える。武田家の悲劇的な結末は正行の心にも大きな変化をもたらした。今後真田はどうあるべきか。一族の生き残りをかけて正行はある決断を下す。その決断は雪村に運命的な出会いを招くこととなった。そうか。これは正行様。真田は織田に着く。え？父上、本気でおっしゃっているのですか？無論である。我らは信長に従う。そんな、織田は武田の勝頼様の仇ではありませんか？もはや武田はない。だからといって、直ちに信長のもとへ参る。信行、留守を任せたぞ。はい、承知いたしました。父上。真田正行、信玄の懐刀として大層な働きを成したと聞く。お耳に入れるほどのことではございませぬ。信玄の懐刀、勝頼の頭脳、武田家の支柱であった有無が、その武田を滅ぼした信長に頭を下げる。忠義に準じ、誇り高き死を選ばずにな。誇りでは飯は食えませぬゆえ。であるか。正行殿、口を慎まれよ。これはご無礼を。うぬの望み叶える。信長に服し、泥臭く生き延びよ。ゆえにここに参った次第。うぬの選びし望みは過酷ぞ。武田家には哀れなこととなり申したが、こうして再びまみえようとは。今なら家康殿の申されることがよくわかる。すべては生き延びてこそ。さよ、勝頼殿や失われた命に報いるためにも。いかにも。
家康殿が亡くなられた際は家康殿のために太平の世を築いてみせましょう。正幸殿、いささか無礼が過ぎようが。失礼だが、死んだ者を口実に使うのはやめていただきたい。気に入らんのでな。織田に人質を出さねばならん。よいな。はい、承知しております。お家のため務めを果たします。姉上。それでは早速支度をいたします。ああ、父上、雪村に姉上の友をお命じください。雪村。何を言っている。姉上には護衛が必要でしょう。私が立派に務めてみせます。護衛にはふさわしいものを父上がつけてくださる。お前がどうして。それに私は信長公をこの目で見てみたいのです。真田の命運を託すに足る方かどうか。雪村。そちらが誠の望みか。いえ、もちろん姉上をお守りすることこそが。おい。お呼びですか。雪村の友をせよ。了解です。お待ちください。私は姉上の護衛です。護衛に護衛がつくなどと。護衛ではない。は、お目付けだ。すまないが、よろしく頼む。承知しました。お役目必ず果たします。そんな。
であれば良い笛が作れそうだが、ずっと持っていてもらうためにも丈夫な木を探そう。
かりました。この木の枝で作ればきっとよく響く丈夫な笛が作れるに違いない。姉上のためにも早く持って帰ろう。これは雪村様。安土まで私が友をさせていただくことになりました。姉上は私が必ずお守りします。聞いていますよ、雪村。本当は信長公にお目にかかりたいのでしょう。いえ、私は。冗談ですよ。ありがとう、雪村。心強いです。姉上、どうかお気をつけて。安土まではこの者も友をしますので。はい、よろしくお願いします。あらあら、それはますます心強い。だけど信行は来てくれないのですか。あ、それはそれも冗談です。ごめんなさい、意地悪をして。武家の娘としてとうに覚悟はできていたことですが、あなたたちと別れるのだけは寂しく思っていました。姉上、少しの間でも雪村が共に来てくれるのは本当に嬉しい。信行も私たちに代わり父上をお支えしてくださいね。はい、姉上。武田のお家が滅んでしまい、真田の行く末は今とても不確かです。今こそ私たち家族は皆それぞれできることを精一杯やらなくては。頑張りましょう、二人とも。はい、姉上。姉上、はい、肝に銘じます。ええ、良い子ですね、二人とも。うんうん、いいもんですね、兄弟ってのは。あらあら、あなたも甘えてくれていいんですよ。
仕事お仕事。姉上の身を危険にさらさないためにも無用な争いは避けなければ。あらあら雪村、そんなに気負わずとも良いのですよ。私も自分の身くらい守れますから。いざとなったら私がお守りします。さあ進みましょう。
技を教えてくれ。まあ、もうすぐ安土です。これで姉上とも。雪村、顔を上げてください。私をきちんと最後まで送り届けてくださいな。姉上、必ずや無事に送り届けてみせます。キョロと見苦しい。もっと大然となさい。どこの田舎から出てきたか知らないけれど。これは失礼いたしました。私は真田幸村、信濃の国衆真田正幸の名代として。別に聞いていません。ははあ、茶茶様。あ、幸村様。しました？いや、真田？チャチャ様か。雪村様、何ぼーっとしてるんすか？いや、姉上はつつがなく城に入られたか？はい、滞りなく。次女の振りとか肩が凝ってたまりませんよ。ありがとう。それで？信長様はおられません。今日にご滞在だそうで。なんだって？いつお戻りになるのだ？それはなんとも。なんか西国で大きな動きがありそうなので。そうか。だが私は信長公を見極めて参ると父上に約束したのだ。いや、それは言っちゃなんですが、あまりまともに取り合っていただけては。頼む、今日に行って信長公の動向を探ってくれ。何を言ってるんすか。雪村様や姉上様のそばを離れるわけには。信長公が今日に行かれたのは、そなたの言う通り大きな動きが近々あるからだろう。織田の天下がいよいよ定まるのかもしれない。ならばいち早く父上にお知らせしなければ。それはそうですけど。姉上も皆ができることをそれぞれやらねばとおっしゃっていた。安土にいる私だからこそできることをしたい。どうか頼む。わかりました。でも本当無茶しないでくださいよ。分かっている。そなたも気をつけてな。